Thank you.
に。はい、じゃあ。バックバースで。よ、松田聖子。私は外した。俺も外した。外した。外した。みんな。池ちゃん外した。外しました。はい。じゃあ次。カメラ回してない。スピーポップ対決。はい。当たったー。当たったー。当たったー。マヨドは当たりました。当たりましたね、僕は。え、次ドラマタイトル。ラブストーリーの当たったー。はい、外した。よし。次しっとり対決。だった。私外したな、これ。これ外した。シロマだと思ってた。俺当たった。おお。え、みんなさん何個当たったって数えてる？数えてる。外したの数えてる。外したの数えてる。当たったの。はい、で次聞かせる。これ外した。あれこれ誰の声やった？誰の声？当たってるよ。はい、で次夏対決。夏対決。夏の終わり。当たった。あ、いいです。ありがとうございます。ジンジャーエール。ジンジャーエールは誰なんですか？はい。じゃあ、まず、第1部でみんな何個？3。1、2、俺も3か。3、4。4、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 4
マイレボ。当たった。ラララ。当たった。1、2、3、4、5、6、5、合計で8だ。8、9、10、10、5、10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 、
1位だもんね。誰が一番メンバーだ。ヘリコさん。おはようございます。じゃあ今日は皆さんお疲れ様でした。グラス持ってる。これです。打ち上げということで、はい、飲みます。乾杯。乾杯。ありがとうございます。ありがとうございます。かわいかったね。かわいくてでそれでさ、なんかもらってこう聴いていくうちに、ああいい曲だなと思うようになって、でそこから今度さ、ライブ版とかその映像を見るようになった時に、まあ、ちょっと当時デブだったな。もう85、86あったのさ、中学生もう乳首が陥没してるって呼べるじゃん、相撲取り引きがさ、あんな少年で、でなんかそのボーカルとかギターとかってちょっとボーイと細かったりとかするじゃん。これはちょっと無理だし、あったらできない。あ、そっかね。でドラムがなんかすごい通達で、なんかそのさ、ハムがいっぱいあるみたいな、すごく華々しいと思うね。もともとスポーツのキーパーやってたり、大事な話だから。そうそうそう、なんかそれちゃんと聞いて、力持ち的な雰囲気とか、でドラムをで、まあ、こう当時中学の先生のバンドやってて、それをこう見に行ったりとかしてて、おやじが連れてきて、うん、すごい、まあ、安いドラムセットだったし、でもさ、とりあえず叩けるというさ、スティックだけで雑誌とかバンバン叩いてさ、時代で、そこからも高校時代のアルバイトして本格的なセットを買ったら